で絶対一緒にいてくれるんですよ、入れ墨は。例えば家は壊れちゃうし、もしかしたらね恋人は別れちゃうし、まあ子供だってね子離れするし、でも入れ墨ってもう自分の体の一部として一生入れるじゃないですか。そこが魅力ですよね。例えばダメだからファンデーションで隠してました言って、例えばあの学校のジムをやってました。